俺ってさ、女子力あると思うんだよね。アロマディフューザーは欠かせないし、メグリズムつけて寝るし、メグリズムは関係ないか。まあ、とにかく自信あるんだよ。だから、確かめよう、診断で。久しぶりだな、診断アプリとか。やってみよう。新しい靴を買うことになったあなた、どんな靴を買う？それやっぱり、ミュール、革非常識だからブーツ、スリッポン、どうしようかな。ここは、ブーツ。いや、あくまで、自分が女子になってやるんじゃなくて、まんま自分の気持ちでやるからね。うん。いくよ。彼氏との初デート、何色の服を着る？彼氏は作らない。まあでもここは、清楚に白？いっちゃう？うん。紫外線対策どうしてる？紫外線対策ね、俺ね、日焼け止め、夏はつけてるけど、まあでも紫外線対策だから別にいいのか。じゃ、日焼け止めで。はい。気になってる人から食事の誘いどうする？あら！嬉しいね。一度は焦らさないと、そんなことありえない。すぐに行って決める。焦らしたい。がっつくメンズを抑え込みたい。でもここは、すぐに行って決めるよね。肉食系。好きな炭水化物は、パスタ、パンケーキ、米。パンケーキじゃなくて米。あちゃー、楽しくて終電乗り過ごしちゃった。満喫で始発待つ。男友達の家に泊まっちゃう。走れば家まで早く着くよ。男友達の家に泊まるってことはもうそれはつまり了承してるってことで。まあ、私は普通に満喫。今日は飲み会、一杯目は何しよう？ビール、カルアミルク、エタノール。エタノールってアホじゃない？ビール。この中で一番好きな男性芸能人は、劇団一人、シュングリオ、トクマムシ三太夫。誰が選ぶんだよ、トクマムシ三太夫を。劇団一人で。親友と同じ人を好きになりました。好きになったのは親友が先。あなたはどうする？恋を諦めて親友に譲る。親友を出し抜く。とりあえず運動して考える。これはね、決めらんない。運動して考える。うん。まずね、視野を広くするのが大事です。うん。なぜ好きなのか。その人を好きになって、その後行動して、起きるメリット、デメリット。そしてその親友とのメリット、デメリット。全部考えましょう。運動して考える。はい、最後。無駄毛処理はしっかりしている？ちょっとやだー、デリケート。まあ、この質問に対して僕は正直に答えるとするならば、まあ、ある程度はしますよ。そんなでも、女子と同じような場所とか、女子と同じような頻度ではやらないけども、することはしますよ。何このカミングアウト。まあでも頻度がそんなする絶対とかそういうほどじゃないから、下にしよっかな。冬はしない時もぐらいな感じかな。はい、来た。診断結果。お主の女子力は53。半分？お主のあだ名はリアル。影で皆がお主をリアルと呼んでおるぞ。口元とか鼻とか性格とか、もういろいろリアルなのがお主じゃ。そんなお主、このままじゃ現代の本当のリアルを生き残れんぞ。畜生の餌となり、土と帰れ。はこんなに答えてこれ？やり損だよ。あ、やらしい意味じゃないよ。